おはようございます深草さんそしてこの動画を偶然ご覧の皆様、えー、マイアミから日本までやってくるのになんとですね40時間もかかることがあるんですよね、まあ、なかなかねこの飛行機の便とか天候の問題があったりとかそれからいろんな国を経由するっていうところでは不測の事態が起きるわけですよねまあその不測の事態を込みし加味してですね最適な時間の過ごし方を今回されてるんではないかなと思います一つは Wi-Fi を利用したネットビジネスの環境 確保によるまあ、学習のまあ、進めるということですよね。進捗を送っていただくとで、レポートもこうやってね。動画で上げていただくんで、まあ、手に取るようにわかるわけですよ。ま、そっか、塾ってものも一つの1000人ぐらいのねえー。まあ、村社会と言いますか？組織にはなっていますけども、活動報告をきちんきちんと上げてくる方ってのはそんなにたくさんはいないんですよね、えー、例えばこんなことがありました。っていう風にトピックスみたいにたまにね。 えー、大きな出来事があったら、レポートしてくださる方は、それはいますけども、毎日ですね、おはようございます、今日はこうこうこうでしたねとか、今日の動画でこういうのかと感じましたみたいなのが、ある方はあまりいなくって、今回ね、マイアミから来る福祉さんは、結構 <laughs> あの、乗り換えとかでお忙しい中、時間を設けて、必ずこう送ってくださるということがありまして、まあ、マイアミ根性なんだなと思いますよね、結構ね <laughs>。で、マイアミってところ私もあれからね、いろいろと見てみたんですけども、かなりね、まあ、豊かなところがかなり見えるかなと。で、治安もどんどん年によってですね、 年を追うごととにに良くなななっっってきてててき住みやすすいいいころになっていってるのかなと思います、まあ、今回の頂い,いた動画で、えー、今回一時帰国されるということなんでね、えー、まあ、あのー、お仕事がマイアミと日本にわたってあるのかなというところも感じるんですけども、まあ、マイアミのね、魅力といえば一体どういうところにあるのかなっていうことも、ちょっと聞いてみたいかなと思いました。で、私はですね、やっぱりね、レジャーと、まあ富裕層の街といいますか、 なんかパラダイスができてるのかなと、まあ、フロリダ州全体がね結構豊かなところではあると思うんですけどもその中でもマイアミっていう都市は確か36万人ぐらいの町だと思うんですよ。で、えー、と規模を考えてみるとマイアミっていう町に及ぼす規模っていうのは経済圏っていうのは500万人ぐらいなのかなというふうに捉えてるんですけどもやっぱりねその三十数万人の中で大富豪があれだけ多いっていうのはうかなりね洗練された町なんだろうなと思います。そこには高いレベルのビジネスがあって 高いレベルのテクノロジーがあるのかなと思っちゃいますけどもいかがですかねやっぱり日々、えー、楽しく暮らせるようなところなんじゃないかなと思いますけどもそのあたりもね今度簡単にお話しいただけたら幸いでございますそれでは本日もよろしくお願いします PDF ファイルも頑張ってください、えー、今回ね FX は結構順調に私はあの動画放送って言いますかね相場解説できて私の方も利益きっちり上がっている結構ね、えー、稼ぎやすい 1>, え1週間2週間になってるなと感じておりますそれでは失礼します